D'abord, j'aimerais remercier les représentants de l'Université de Kyoto de 京大の皆様に感謝したいと思います。ご招待ありがとうございました。まあ、こういった機会を得まして、我々の考えを他人に伝える、そして研究を紹介するということは常に嬉しいことです。まあ、これから15分間それをしたいと思うんですけれども、まずちょっと前置きを言わせていただきます。まあ、この前の2人の発言者の方ですね、まあ、それから私に続く発言者の発言を見てみますと、さまざまなこの復元語主義の見方というのが紹介されます。社会学的、政治学的、経済学的、いろいろな視点からこの復元語主義というのが論じられるわけですけれども、で私はですね、ここで一つのカッコつきのことを申したいと思います。つまり顕微鏡で、まあ、この復元語主義の一つの小さな現象、まあ、非常に重要な現象、つまり学生の意欲を失う現象ですね、外国語を学ぶ意欲がなくなっているという現象です。そういうのを見ていきたいと思います。私、まあ、15分間ですね、まあ、外国語を教える教師として、まあ、それぞれのまあクラス、それからそれぞれの学生のことを考えながら聞いていきたい、いただきたいと思います。それでは私に与えられました15分を使って発表していきたいと思います。まあ、いくつかのスライドを持ってまいりました。それをご覧にいた、まあ、重要な部分だけですね、取り上げてありますので、それをご覧ください。で、まず私が申し上げたいのは、私は、まあ、同僚の皆さんとは違ってですね、復元語主義の専門家ではありません。私の専門も分野というのは教育心理学ですね。で、研究対象としては学生の学習動機ですね、個人的な学習動機です。まあ、意欲、動機を失ったり得たりするということを研究しております。まあ、この視点から復元語主義の最も重要な側面、大学における外国語の学習、まあ、特にフランス語の学習というのを見ていきたいと思います。まあ、教育心理学でいろいろな研究がされまして、学習するにはあるいは学習することを可能にするためには、まずその能力が必要であり、ということです。学習能力が必要である。それからウォント、学習したいという意欲、そして、学習の機会、この3つが必要であるということを示しています。これらが最も重要な条件というふうにことがあると思います。で、私はこれら3つの条件のうち、ウォント、欲求の部分、それから まずですね、皆さんに、すでに多くの教員の方が疑問をいただけた、抱かれた問題を考えていただきたいと思うんですけれども、一つはですね、なぜ外国語を学ぶ意欲のない学生がいるのか、そして第二に、そのような場合、大学の教師は一体何ができるのかということです。で、この2つの質問にこれから答えを出していきたいと思うんですけれども、まずこの問題を、その意欲喪失という問題ですけれども、把握よく分かっていただくためにですね、カナダの状況というのを例にして見ていきましょう。で、カナダというのは多文化社会というのを標榜しておりまして、2つの公用語、つまり普通フランス語と英語というのを採用しました。まあ、学校ではもともと母国語が、英語という学生はですね、フランス語を学び、そしてもともと母国がフランス語の人たちが英語を学ぶということを期待したわけですけれども、しかしながら現実はそう単純はいきませんでした。では実際はどういうことが起こっているかということですけれども、私が見た限りでは、観察した限りでは、さまざまな統計があるんですけれども、そういった統計というのは現実を隠
しているんですね。でその多くの、まあ、英語を母国語とする青年のはですね、まあ、少しはフランス語を学ぼうと努力はするんですけれども、しかしながらそのそれほど深く熱心に学習しようとしません。そしてまた根気も続かないんですね。また、まあ、フランス特にフランス語圏ですね、の、まあ、北アメリカということもありまして、フランス語が、まあ、母国語の、まあ、学生たちもですね、もっと熱心に、まあ、英語を学習するかと思いきやそうではないんですね。フランス語を話す人たちというのはどちらかというと地方に住んでいます、大都市圏から離れているので、まあ、そういった人々は、まあ、学校で英語を学ぶことにあまり熱心ではない、あるいは二の足を組むことが多いわけです。つまり英語というのは日常生活にはほとんど役に立たないし、まあ、フランス語というのは言語法というのがありまして、それで保護されているから必要ないのだというふうに考えています。ケベック州というのはアメリカで唯一の、まあ、フランス語の、まあ、小さな島、しゃべる島といっても過言ではありません。でその他の、しかしながらその他の部分、カナダの部分では、まあ、至る所で英語が話されているので、まあ、そのフランス語が母国語の学生がその英語を学ぶ意欲がないというのは驚くべきことだと思います。で我々ですね、まあ、都市国私が25年前から研究しているモデルというのはこの、まあ、疑問に答える役立つのではないでしょうか。プラスでの学習活動の意欲に関するモデルで、意欲の源というのはこのモデルによりますと、このモデルですね、このモデルによりますと意欲というのは3つあります。まあ最も重要なものとして3つがあるわけですね。このモチベーション、なんか光が出ないんですけれども矢印、まあ、このモチベーションの源ですけれども、一つはまあこの、まあ、教師がですね、彼らに学生に示す学習活動の価値を学生たちがどのように感じるかということです。一体その教師がやれと言っていることは自分にとって重要かということですね。それから二つ目の、まあ、モチベーションの源というのはそのまあ、学習活動に成功する自分の能力というどの程度かというふうに感じているのかということです。これは非常に重要な、まあ、要素です。まあ、自分たちが、まあ、活動その、まあ、学習活動に乗り出すか乗り出さないかというかを決める重要な要素なわけです。それから3つ目の、まあ、モチベーションの源ですけれども、まあ、この学習活動をどのくらい、まあ、コントロールできるというふうに学生が感じているのか、コントローラビリティをどういうふうに感じているかということです。まあ、これら全てがですねあれば、あるいはその こういったも意欲が高ければ、まあ、学習が行われであることになります。そしてそれは、まあ、教員が示す学習活動に参加すること、それからそれだけではなく、ただ参加するでだけではなくて、その学習にかける熱意も高まることになるでしょう。それの結果として、まあ、成功するわけです。つまり学習に成功するわけで、まあ、これが我々が、まあ、機能的な意欲、まあ、動機づけというふうに呼んでいるものです。まあ、この自分の能力の認知、それからコントロールラビリティというのも非常に動機づけにとってモチベーションについては大事なわけですけれども、しかしながら最初の言いました、まあ、学習活動の価値というのを学生がどのように感じるかということが非常に重要です。まあ、これを研究してみますと、
まあ、この価値を認めるというのは、まあ、この学習活動、まあ、教師が提案するですね、この学習活動が自分にとって役に立つものか、あるいは自分にとって、まあ、関心があるかということで判断します。まあ、それによって、まあ、学生はこの学習活動が価値があるかないかということを判断するわけです。まあ、様々なこれについては研究が行われておりますけれども、まあ、日本で、まあ、特に京大でもですね、大木先生が、まあ、この研究を行っていらっしゃいまして、まあ、これが、まあ、外国学習の動機づけでですね、重要な役割を果たすということを証明していらっしゃいます。でこの捉え方ですけれども非常に重要だということで、まあ、一人の先生、フランス語、まあ、外国語としてフランス語を、まあ、教えている先生の場合を考えてみましょう。まあ、その先生は、まあ、この動機づけというのを非常に心配しているわけですね。一体、まあ、自分が提起する学習活動がを学生がどのように捉えるかということです。一体学生たちはその自分が言っている学習活動に有用性を認めるかどうか。で私はもうこの教員が学生に質問することをまあ、してみますと、まあ、多くの学生たちはうい、というふうに言うでしょう。まあ、つまり、まあ、大学卒業免除のため得るためには必要だけれども、しかしながら日常生活あるいは将来職業のためにはあんまり有用ではないというふうに答えるのではないかというふうに思います。まあ、教員の方ではですね、こういった答えに驚かないと思います。まあ、フランス語というのは有用性というのでは、まあ英語、まあ、負けてはいませんけれども、英語については対しては非常に苦戦しています。まあ、そういうわけで、まあ、教師としては学生に複言語主義の有用性、特にフランス語の有用性を納得させなければなりません。まあ、そのためにはですね、学生が実際に経験している社会経済あるいは文化の環境というものが、まあ、その教員の言っていることを裏付けているということを、まあ、学生たちが認識する必要があります。と言いますのは、若者たちというのは我々の時代とは違ってですね、まあ、こういった一般的な言説にはまあ、簡単に納得しないからです。しかしながら、まあ、普通語学習の有用性というのは学生に納得するのが難しいのならば、どうやって学習活動の価値を認めさせるのか、そしてその活動を行わせるモチベーションをどうやって与えるのかという問題があります。我々の介入ではもう一つの、まあ、介入の道、インターベンションの道が残されて今いると思います。つまりそれは学生から見てこの学習活動を面白くすることです。学校でのモチベーションの研究は教員がこの試練を乗り越えることに役立つと思います。今日では学生の関心を引くような活動にするための意欲を沸かせる条件というのが、まあ、すでに知られるようになってきています。実はこのモチベーションの10の条件というのが、まあ、研究者は提案しているわけですけれども、まあ、それを説明することはしません。まあ、明日のですね、まあ、国際会議、フランス語教育が、まあ、東アジアや世界でどういうふうに行われているかという国際会議があるので、そこで話されることでしょう。まあ、しかしながら、まあ、例として学生の意欲を沸かせるような学習活動というのは、学生に課題を与えることですね。まあ、チャレンジを与える、そして選択肢を与える、そしてそれが、まあ、学際的である、そしてまたそれが日常生活でやっていることと似ている、まあ、そういった、まあ、学習活動で、なければなりません。
まあ、これは実際に我々が外国フランス語だけではなくて他の外国語の教育でも日常的にやっていることです。ということで、教員はこの10の条件というのをですね、参考にして、この条件を満たして、それによって、学生がやってみたいというふうに思うような学習活動というのを作り出すことができます。実際にこれをやっているのが、ミシェル・サガス先生、それから立花秀博先生のやっていることです。この2人の方、この会場にいらっしゃれるか分かりませんけれども、2009年版のフランス語教育法の雑誌にですね、この彼らの非常に革新的な活動を紹介しています。で、彼らのやっていることというのは動機づけの条件って全て満たしていると思います。彼らは自分たちのやっている講義を改革するということで、クラス2人のクラス合わせてティームティーチングというのをやりました。同じ一つのクラスでティームティーチングを行ったわけです。そしてある学習会活動をやらせました。で、最終目的は短編映画を撮影するということです。最初の学期ですね、これは前期と後期に分かれて行われましたけれども、まず学生にフランス映画の研究をした上で、自分たちで短編映画を作成しろというふうに言いました。で、教師たちはこういうふうに言いました。映画の研究というのは学生たちがオリジナル映画を作成する準備をするにとても適している。彼らは文章を書く技術や俳優の演技に慣れることになる。またシーンのまとめを書いたり、ちょっとしたセリフを書いたり、あるいはシーンの続きを考えたりする。定期的に映画の短いシーンで自分自身で演技して身振りあるいは所作というものを練習することもある。こうして学生たちは映画の言語的な側面というだことに注目するだけではなく、そこから生まれてくる雰囲気あるいは引き起こす感動にも注目することになると言っています。またこの後期になりますと、この準備ができた学生たちは今度は6人のグループを作ります。そしてシナリオあるいはセリフ書き、身振りの調整あるいはさまざまな所作というのを決めて、これはすべてフランス語でやるわけですけれども、すべてを行うことになります。一つ一つのですね、各段階をここで取り上げると長くなってしまう。このアクティビティの各段階を取り上げてですね、それぞれの段階がその動機づけの先ほど言った条件というのをどういうふうに満たしているかと呼べると長くなってしまいますけれども、例えばですね、この先ほどご紹介した2人の教授の論文を読んでいただきますと、この教育的なアクティビティが学生たちにどうしてこれほど興味深く思われるかよく分かると思います。で、私としてはこの2人の先生たちが何年も今のようなアクティビティを続けてくださることを希望しています。非常に教育学的改革の良い事例だし、その目的というのは学生に学習させるということではなくて、意欲の持てる興味深い活動をさせられることだと思います。こういったが学習活動というのは意欲が、教員にとっても意欲が要求されます。そして、流れに逆ない、そして同僚や事務方からはですね、理想主義者あるいは反逆
学者と見られることも良しとしなければなりません。しかしながら我々は学生たちのためにそうあるようにお願いしたいと思います。で最後になりますけれども、まあ、複合言語主義というものはそれに関する関係している教員あるいは学生の教員が学生の意欲を高めるということに一役か変えるということを自覚しなければ実現できないということです。教員の影響力というのは、まあ、彼らがまあクラスで行う教育活動を通じて行使されるものです。それが学生から見て興味がある活動になるためには、教員は想像力、大胆さ、粘り強さというものを発揮しなければなりません。複言語主義というのは言語学習が行われる場から始まります。まあ、クラスで学習意欲を高めることに貢献する学習環境を作る責任は誰にあるのでしょうか。まあ、それは教師に他なりません。ありがとうございました。